ファイターズの先発は伊藤大海。いきなりワンアウト満塁、ノーアウト満塁から一つアウトを取って栗山空振りの三振。まあ、この満塁からの初回の粘り、伊藤大海投手良かったですけどね、はい、ここはね見事でしたよね、このままね、あ、今日も、ね、いいのかなというね、そういうふうに思いましたけどね。4番5番6番三者連続三振で初回ゼロに抑えました。ただ2回もワンアウト満塁、ピンチを招くとバッター田崎、この打球を取ることができません。セカンドゴロの間にライオンズ三塁ランナー生還して1点を先制します。さあそしてその後ヒルマのライトへのタイムリーヒット、さらに追加点を許します。3回です。ライオンズワンアウト満塁、2点を取ってなおも満塁、その先に対して押し出し、まあ、伊藤もリズムに乗れませんでしたよ ね初回同様ね、ワンアウト満塁になって、ね、そこはちょっとうまくいかなかったですよね。はい、そうですね。そして5回です。5回の裏ファイターズは2アウトランナー1塁3塁、高橋コーナーからチャンスを作りますが、ここで万波チャンスは作るんですけれども、あと1本が出ないというファイターズ、ね、ノーアウト1、2塁からだったんですけどね、はい、惜しかったですよ ね。そして6回です。ライオンズはこうまだまだチャンスを作るという展開、ノーアウトランナー2塁3塁、ピッチャーは4番手の玉井、バッターはペイトン。ペイトンが今日3安打目、まあ、この打球も取れそうで取れないという、ね、取れてるかっていうところですよね、ちょっとやっぱ流れですかね、まあ、流れが悪かったなと、流れなんでしょうね、はい、はい。まあ、そして7回です。さあこの回なんとセカンドに野村勇気、はい、まあ、変わってすぐ処理機会があるかなと見てたんですけど、ね、そうですね、はい。さあワンアウト満塁のピンチを5番手の川野招きますが、最後は523のダブルプレーで得点は許しませんでした。佐藤龍生、ここはダブルプレー。そして8回の裏です。ライオンズは3番手のキノコ、ファイターズ2アウトランナー1塁、このチャンスだったんですが、このインサイド空振りの三振、これいいところ見せたかったですよね。そうですね、これもっとねこう、まあ、難しいボールですけどね、もう体勢がねこう崩れないっていうか、そのああいう感じじゃなくてしっかりこう振り切れるような空振りの方が多分新庄監督もいいかなと思うんじゃないですか。そして最後9回の裏はライオンズ5番手青山が最後三振で締めまして、試合終了10対0、ライオンズは20安打10得点、そして高橋コーナー3年連続の2桁10勝目を挙げました。ファイターズはこれで5連敗と。ヒルマ選手、そうです、ね、源田選手出てきましたね。やっぱそうですね、高橋コーナー投手ですね、はい、それではヒーローインタビューをお聞きいただきましょう。エスコンフィールド北海道にお集まりのライオンズファンの皆さん、そして全国のライオンズファンの皆さん、お待たせいたしました、ヒーローインタビューです。見事6回無失点、今シーズンの10勝目をマークされました高橋コーナー投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。先月体調不良で離脱されて、復帰後もちょっと悔しいマウンド続いてたと思うんですけれども、はい、復帰後初勝利投げ終えていかがですか。そうですね、まあ、ここ2試合ちょっと苦しいピッチングが続いていて、はい、たくさんお客さんファンの皆様が来てくれてるのにいいピッチングができなくてずっと悔しかったです、はい。その悔しさの中で復帰後3試合目の登板となりましたが、どんな思いでマウンドに上がりましたか。そうですね、まあ、初回からもう全力で行って、はい、ちょ最後の方もちょっとバテてたんですけど、まあ、でもなんとか気持ちで行けたので良かったです。
結果的には6回無失点、打たれたヒットも3本ですが、うち2本は内野安打ということで、ご自身で振り返っていかがですか。まあ、でもフォアボールもちょっと多かったので、次につなげたいなと思います。これで3年連続4度目の2桁到達、10勝目となりましたが、これについてはいかがですか。そうですね、やっぱり、嬉しいですし、野手の皆様にも、たくさん点を取ってもらったので、はい、すごい感謝してます。やはり序盤からの打線の援護は大きかったですか。そうですね、大胆に投げることができたので、はい、良かったです。高橋さん、これでエスコンフィールド3戦3勝ですよ。いい印象あるんじゃないですか。そうですね、すごい球場の雰囲気が良くて、気持ちも高ぶりますし、はい、投げててすごく気持ちがいいというか、はい、すごいいい球場だなと思います。今日で通算148イニングということで、規定投球回にも到達されました。これについてはいかがですか。そうですね、やっぱりイニングは毎年、自分の中でも大事にしているので、規定に乗れたっていうのは、はい、良かったです。高橋さんの好投もあって、これでチーム5連勝ということになりまして、あさってからホームに帰って3位ホークスとの対戦ということになりますが、さらに上位目指すためにもですね、高橋さんの力不可欠になると思います。今後の決意も含めてファンの皆さんにお願いできますか。はい、まだまだ諦めてないですし、みんなで CS 行けるようにまた盛り上がっていきましょう。お願いします。見事10勝目をマークされました高橋光成投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。3年連続の2桁勝利、10勝目を挙げた高橋光成投手のヒーローインタビューでした。